いつもご視聴ありがとうございます。タレです。この動画では純情門の声のテストも兼ねています。よろしくお願いいたします。声が明るく聞こえないのは私が緊張しているからです。もし聞き取りにくかった場合申し訳ありません。なるべく耳障りにならないように努めます。私はトラキラが大好きなので、これは当たりですね。嬉しいです。嬉しいですね。狙っていたのはシャロンのみでしたので。花嫁さんの衣装なんてウキウキしますね。ドレスは嫌じゃないけど、結婚なんてまだ考えたことなかったわ。あ、そういえば私もまだ具体的には何にも。ああ、でも素敵な英雄さんのカップルを見るといいなって思います。私もいつかあんな風に誰かとなんて照れちゃいます。でもシャロン王女が結婚するならアルフォンス王子のことも考えなきゃ。うん、お兄様が結婚？ああ、いや、そうか。次期国王ですもんね。アルフォンス王子の結婚相手、どんな人かしら。それはまず、とっても優しくて、頭も良くって、お兄様を支えられるような。あと、できればお兄様を守れるくらい強くって、あと。シャロン王女。そういうの、うるさい小獣とって言うのよ。ああ、ひどいです。でも、私も、もしもお兄様が今もお元気で、
誰かと結婚するとしたら、中途半端な相手は許さないわ。ほら、一緒じゃないですか。でもまず私たちが立派な花嫁にならなきゃ人のこと言えないわ。そうですね。よし、このお祭りを機に将来素敵な花嫁さんになりますよ。そうね、シャロン王女。私も。下まで終わりました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。